冷たい雨の中にもかかわらず、たくさんの皆さんにお集まりをいただき、あるいは足を止めていただき、本当にありがとうございます。立憲民主党代表の枝野幸男でございます。皆さんに背中を押していただいて、立憲民主党新しい党を立ち上げます。民主党民進党で積み重ねてきた理念と政策をこの選挙で掲げて戦うことができない、そんな中で多くの皆さんに背中を押していただきました。その積み重ねを踏まえた上で、なぜ多くの皆さんから背中を押していただいたのか、今の政治に対しておかしい、なんとかしろ、そんな思いが背中を押していただいた、その声を踏まえて、さらにもう一段日本の民主主義を前へ進めていきたい、そんな思いで新しい旗、立憲民主党を立ち上げさせていただきました。右でも左でもない、今問われているのは上からか下からか、上から押さえつける政治、上から何とかしようという政策、もう時代に合っていない、草の根の民主主義を、暮らしの足元からの政策を、新しい選択肢を皆さんに示していきたい、私はそう思っています。上からの政策、アベノミクス、強いものをより強くします。でも格差は拡大をし、社会が分断をされています。時代に合わなくなっているんです。かつて高度成長の時代は、確かに輸出企業が大きく稼いで、それが全国津々浦々に引き渡って、分厚い中間層を作り、経済大国日本を作ります。でもあれはまだ日本が貧しかった時代、人口が伸びていた時代、その時代の成功体験で、今の日本は違います。成熟社会になって少子高齢化が進んでいます。そんな中で強いものをより強くしても、社会も経済も元気にならない、それがアベノミクス5年間の結論じゃないでしょうか。アベノミクスで強いものをより強くするために、自由にすれば、競争させれば世の中良くなるんだ、こうした新自由主義的な流れがあまりにも強くなりすぎました。そして蓮舫さんからも話がありました、自己責任を政治が煽る、そんな流れが極端になりました。でもこれが間違っているんです。これを変えなければならないんです。確かに競争は大事です。でも競争が社会を良くするためには、その大前提があります。公平公正なルールのもとで競争は行われなければいけないんです。公正公平なルールを作る責任はどこにあるのか、政治の責任じゃないですか。公正公平なルールを守らせる政治の責任じゃないですか。いろいろなところでルールなき競争が、ルールを守らない競争が行き過ぎている、それを私は変えていきたい。一例だけ挙げます。働き方です。非正規が4割にもなってしまった、これが格差を拡大させている大きな要因です。その多くは派遣労働です。20数年前、派遣で働く人はごく一部でした。それはルールとして、特別な技術技能を持った専門的な仕事しか派遣は認められなかったんです。だからむしろ派遣で働いている人は正社員よりも恵まれた環境だと言われていたんです。あっという間にこの20年余りで正社員を派遣に置き換える、こんなルールに変えてしまったんです。働くということはどういうことでしょう。確かに使う側からは、安い賃金でいらなくなったらすぐクビにできる、その方が便利です。でも働く側から見れば、働くということは自分の家族の暮らしの営みを支える行動じゃないでしょうか。皆さん、それがいつクビになるかわからないような働き方では、真っ当な暮らしはできないじゃないですか。
あまりにも低賃金では自分一人が食べていくのはカツカツで、希望しても家族を持ったり子供を見育てたりすることはできないじゃないですか。こんな働かせ方は真っ当なルールではありません。だから派遣法を元に戻していきましょう。一気にやったら中小零細潰れてしまいます。段階がいります。でも真っ当な道に戻していく第一歩を踏み出すのを踏んでいただきたいと思うんです。皆さん、働き方はルールがおかしくなっただけではありません。ルールが守られていません。長時間労働、過労自殺、そしてブラック企業、そしてサービス残業、こんな言葉がまかり通ってるのはおかしいんですよ。残業したのに残業代払わなければ違法行為なんですから。違法なことがまかり通ってる、守らせる責任は誰にあるんですか。政治の責任じゃないですか。長時間労働をむしろ厳しく規制をしていくことこそがこれからの日本の道じゃないですか。もし解散をしていなければ今頃国会で残業代ゼロ法案が審議をされていたんです。ただでさえ払わなければならない残業代を払っていないのがまかり通っているのに、残業しても残業代払わなくてもいいだなんていう仕組みを作ってしまう。やってることは全く逆じゃないですか。働いたら働いただけ給料をもらう、そんな当たり前のことを取り戻そうじゃありませんか。皆さん、自己責任、私も自己責任で党を立ち上げました。篠原さんも高橋さんも伊藤さんも自己責任で今回厳しい道だけれども私たちと一緒に戦うという道を選んでくれました。でも人生を通じて自己責任だけで生きていける人間なんて一人もいません。誰もが自分の力だけではどうにもならない時があります。年を取れば体が弱って介護は必要になるかもしれません。今は健康で高い給料もらって商売うまくいってる人でも明日重い病気にかかるかもしれない、事故に遭って体が不自由になるかもしれない。人生誰にでも自分の力だけではどうにもならないことがある。その時のためにあるのが政治なんじゃないでしょうか。政治が自己責任を煽るというのは政治の責任放棄以外の何者でもないと私は思います。困った時に寄り添う政治、いろんなところでやらなければならないことありますが、一つだけ具体例を言わせてください。蓮舫さんの話などにもありました、介護や保育です。老後体が弱くてくれば自分の力だけではどうにもならない。今の日本社会では夫婦2人で子供を育てていくとても困難、困った時にしっかりとした介護保育を提供する、まさに政治の責任です。でもどちらも足りません。足りない大きな理由は人手不足です。介護の職員が集まらない、保育士さんが集まらない。なぜならば命にも関わる重い責任、肉体を使う重労働にもかかわらず低賃金だからです。おかしいんです。日本は資本主義の国です。資本主義の国では値段というのは需要と供給のバランスで決まるんです。欲しい人がたくさんいて売ってるものが少なければ値段は上がる、これが真っ当な資本主義です。介護で働いてくれる人が足りない、でも介護のサービスを待ってる人がたくさんいる、だとしたらその賃金は上がらなきゃおかしいんですよ。保育所が足りないという叫び声を上げている若い人たちがたくさんいる、でも保育士さんが足りなければ保育士さんの給料上がらなければおかしいんですよ。なぜ安く抑えられているのか、それはどちらも政治がそこに使うお金を安く抑えているからに他ならないじゃないですか。ちゃんとしたサービスが提供できるように介護職員の給料を上げましょう、保育士さんの給料を上げましょう。大型の公共事業ないよりあった方がいいです。この桜木町の駅前なので、海岸通りきれいになって、それは便利になりました。ないよりあった方がいいものはたくさんあります。
子育ての不安を小さくする限られた予算はこちらに優先的に流すべきではありませんか。経済が景気が悪いのは格差の拡大が原因です。年収300万、400万、貯蓄や投資に回す金なんてありません。所得の低い人ほど手にした収入はほぼ 100% 消費に回ります。でも年収1億2億の人がさらに年収が倍になったからといって消費に回りますか。回りませんよね。お金持ちほど金を使わない消費成功と言います。これは経済の当たり前の大前提です。格差が拡大をして分厚い中間層と言われている人たちがどん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 少なくなって、その分貧困を苦しんでいる人たちが増えれば、それは消費を冷え込ませている原因の一つになっているんです。所得の低い介護職員や保育士さんの賃金を底上げすれば、そこに回したお金の分だけ消費が自動的にほぼ増えるんですよ。介護も保育も需要はたくさんあります。賃金が上がってそれなら働いてみようかという人たちが増えてくれば、どん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 職場自体が増えていって新しい雇用の場が生まれる。そこに流していくお金はほぼ 100% そのまま消費に回るんですよ。少子不況を止めていくためにはこうして暮らしの足元にお金を流していくことが必要なんじゃないでしょうか。さらにそれで老後の安心が、子育ての安心が高まっていく。景気対策に子供を産んでもらうわけじゃありません。でも希望する人たちが安心して子供を産み育てることができるようになって、そして出生率が上がれば、それで自動的に消費につながるじゃないですか。お年寄りの皆さんの中には、若い頃老後のためにと思ってコツコツお金を貯めてきた、大きな額ではないけれども老後のための蓄え持っている人少なからずいらっしゃいます。でも老後になっても使えない、それは介護や医療の不安があるから、元気なうちに使った方が幸せですよね。それで消費が伸びるんですよ。強いものをより強くするものではなくて、暮らしを下から支えて押し上げる、これは貧しい人、気の毒な人のためだけではない。そのことによって国の中でお金が回って経済を、社会そのものを元気にしていく道だということを、私は自信を持って皆様方にお訴えをさせていただきたいと思います。上からの政策になっているのは、政治が上から目線になっているからに分かりません。権力を持っているから、数を持っているから、下々の者は言うことを聞け、こんな政治になっていませんか。皆さん、総理大臣はなぜ総理大臣なのか、なぜその権限を預かっているのか、国会議員はなぜ国会議員として法律を作って皆さんに命令しているんですか。選挙で勝ったから、それは矛盾です。憲法というルールに基づいて選ばれているから、総理大臣は総理大臣なんです。その総理大臣が持っている権限は、権力は、憲法というルールで決められた範囲のものに限られているんです。権力持ってるから何をしてもいいというのは18年です。どんな権力も憲法というルールに従って使わなければならない。19世紀に確立して20世紀には当たり前になったんです。日本でも戦前は立憲政友会とか立憲民政党とか立憲主義を掲げなければならない時代でした。でも戦後70年みんなが立憲主義なんて当たり前のことを忘れてしまってもいい世の中になっていたはずなのに、歴史を100年以上戻してしまったのが安倍さんの立憲主義の破壊なんです。みっともない。立憲主義を今さら掲げなければならない国になってしまったことはみっともない。みっともないけれども掲げなければならない、取り戻さなければならない。安保法制は平和の問題としても大事です。でもこの権力を縛っている憲法というルールを権力者が勝手に都合よく解釈を変える、こんな近代国家としてはありえないことを絶対に許してはいけないと私は思います。民主主義も歪んでいます。民主主義に多数決はつきものかもしれません。
でも民主主義と多数決はイコールではありません。民主主義というのは主権者である国民の皆さんみんなで決めようというのが民主主義です。1億2000万円にを超える国民みんなで集まって相談はできません。だから国会議員を選ぶんです。そして1億2000万人を超える国民の意見が全部一つになることはありえません。だから最後の最後は多数決で決めるんです。でも初めから数持ってるから反対意見に耳を傾けない、反対意見は排除する、いやそもそも国民に判断をしてもらうための情報提供をしていない、森友家系 PKO の日本問題、国民の皆さんに情報を隠しごまかし開き直る、そして反対意見が多い法案政策、特定秘密保護法、安保法制、共謀罪、その直前の選挙できちっと説明しましたか？説明してないでしょ。選挙で違うこと言って勝ったら強引にやる、本当の民主主義ではありません。ましてや国会の審議などを通じて国民の皆さんに説明して説得して理解してもらおう、そういう姿勢見られましたか？覚えてますよね。共謀罪の法務大臣、大臣自身が中身分かってないんだから国民に説明しようがない、それでも数持ってるから開き直って強引に押し切る、これは本当の民主主義ではありません。時代のスピードが速くなっています。皆さんの意見を聞きたいけど聞く間もなく即断即決しなければならないこともあります。だから強いリーダーシップを全面的に否定をするつもりはありません。でも一方でそうやって強いリーダーシップで即断即決をしなきゃならない側面も強くなっている、その一方で世の中の価値観がますます多様化しています。皆さんの暮らしも多様化しています。一億総中流と言われた時代は金太郎飴のような社会だと言われました。あまりみんなに違いがない、もちろんその中でも多様な考え方、多様な価値観がありました。でも今の時代はその時代と比べてますます多様化しています。都市と地方で、豊かな人とそうでない人で、高齢者と若者で、正社員と非正規で、本当に多種多様な暮らしがあり価値観も多種多様に分かれています。そんな中でえいやドーンという決め方を積み重ねていったら、政治が遠いところに、俺たちとは関係ないよというところにどん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 向かっていってしまうじゃないですか。そんな遠心力の働く政治の社会で本当に未来を切り開けますか？多様化している社会だからこそ、その多様な意見にしっかりと耳を傾ける、全部を一致させることは難しいけれども最大限の努力をする、それがこの時代の民主主義なんじゃないですか。21世紀の社会の在り方なんじゃないですか。私はそうした草の根からの民主主義を取り戻す、この国に草の根からの本当の民主主義を作り上げる、その大きな一歩を立憲民主党を立ち上げたことでこの総選挙を通じて踏み出していきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。10月2日に新しい党を立ち上げることを決意しました。正直言って迷いました。まあ私も8期やってますから地元ではそれなりに知名度あるんで無所属でもやれるかな。無所属だとね、自分の選挙中止にできたんですよ。今頃京浜東北線の向こう側で大宮で自分の選挙やってるんですよ。正直言って迷いました。でもそんな私の背中を押して、これは新しい旗を掲げてしっかりとした皆さんの受け皿を作らなきゃならない、どこに党に入れたらいいかわからない、こういう声に背中を押されて立憲民主党を立ち上げることを決意をしました。だから立憲民主党を作ったのは私枝野幸男ではありません。私に対して枝野盾と背中を押してくれたあなたが立憲民主党を作ったんです。立憲民主党はあなたです。一緒に作る民主主義を、一緒に歩く
本当の民主主義をスタートさせませんか。今までの政治ならここで篠原さん、伊藤さん、高橋さん、大丈夫かな、出てきた応援してください、お願いをするんだと。でも私は違うんだと思う。この戦いは国民の皆さんが主権者としての権利を取り戻す、民主主義を取り戻す、その戦いです。その戦いの主役は政治家ではありません、候補者ではありません、主権者であるあなたなんです。だから私はこう呼びかけさせていただきたいと思います。私たちと一緒にこの選挙を戦いませんか。一緒に戦いませんか。皆さん、まだまだこれまでの政治の流れの中で諦めてしまっている人、どうせダメだろう、どうせ変わらないだろう、思っている人たちがたくさんいます。ぜひ皆さん、当事者としてそうした人たちに声をかけてください。一人でも二人でも三人でも変わるかもしれないよ、一緒に変えようよ、一人でも多くの人に声をかけましょうよ。そしてこの輪を広げていきましょうよ。そしてこの2017年日本の民主主義が一歩大きく前に踏み出した、そういう結果をあなたが作るんです。あなたと私とみんなで作るんです。ぜひそうした力を皆さん出していこうではありませんか。私たちもそのために全力で戦います。でも私にはあなたの力が必要です。一緒に頑張りましょう、一緒に戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。枝野幸男、そして蓮舫参議院議員にもう一度大きな拍手をお願いいたします。本当にお寒い中、雨の中、長時間にわたりありがとうございました。これをもちまして、立憲民主党の桜木町大集会お開きにさせていただきたいと存じます。どうぞ皆さんのご支援をもう一回申し上げます。一区神奈川、一区ゴーゴーレッツゴー篠原ゴー、そして2区は果敢な挑戦をする勇敢な女性高橋のえ、そして3区はあえて無所属、厳しい戦いを戦い抜きます伊藤久美子。どうぞ皆様のご支援をよろしくお願いいたします。あと選挙戦も今週いっぱいになりました。本当に立憲